今回の動画ではアークナイツのストーリーにて登場する人物や様々な PV にて映り込んではいるものの、大陸版でも未だに正式にオペレーターとしては実装されていない人物たちを紹介したものとなります。なお、この動画は動画タイトルにもあるように後編となっています。ロドス、ロンメン、エン、ライン生命でオペレーターとして実装される可能性のある人物のまとめはこの動画よりも前に挙げた前編にて紹介しているので、そちらをご覧ください。それではまずはブルサス学生自治団に所属している人物で、今後オペレーターとして実装される可能性がある人物から紹介をしていきます。続いてブルサス学生自治団に関係する人物でオペレーターとして実装される可能性がある人物を紹介。学生自治団に関連する人物で未実装の人物はレータのみとなっており、現時点では真偽のほどが不明なストーリー、デタラメ冒険団からしかレータの人物を伺い知ることはできません。一見すると他の自治団の面々と比べると心の傷を負ってはいないようには見えますが、話を聞いていた B ハンターとの会話がいまいち噛み合っていない部分があったり、メフィストと出会った時に感染者になってしまったのではないかという推測があったりと、ある程度素性が明らかになっている一方で確信には迫ることができていない人物でもあります。現時点ではオペレーターとしての実装時期は不明ですが、ドーベルマンからも他の自治団面々と比べると前線に出ることに支障はないとされているため、オペレーターとして実装される可能性が比較的高い人物と言えます。続いてラテラーノに関係する人物でオペレーターとして実装される可能性がある人物を紹介。フェニックスは幻想の掟にて登場したラテラーノの交渉人役場から派遣されたモスティマの監督役で、ゲーム内では主に苦難陳述人として表記されていた人物です。別名がコロコロ変わることからもわかるように上司には難儀しているようで、ストーリー内ではたびたびラテラーノ人に対して愚痴をこぼしていました。モスティマの管理に対しては一定の権利を持ち合わせているようで、ひょうひょうとした性格であるモスティマもこの人物の指示にはほぼ従っており、それなりの地位にはいる人物ではあるようです。なお、この人物の名称がフェニックスではないかという推測は、全体的に赤を基調としたカラーリングや羽を意識した衣装、フェニックスの特徴の一つである尾があるという共通点、そしてこの人物の画像ファイル名は PHX という名前になっていることが挙げられます。アンジェリカはオムニバスストーリーこの地の外で言及された人物で、アルケットとは幼い頃からの知り合いだったとのこと。現在はラテラーノにはおらず、リターニアの音楽学院に修学しているとのことで、それ以外のことは現時点では特に言及はされていません。続いてグラスゴーギャングに関係する人物でオペレーターとして実装される可能性がある人物を紹介。ガウェインとモーガンはグラスゴーギャングに所属する人物で、モーガンはシージがグラスゴーギャングたちの前に現れる前はインドラと共にグラスゴーギャングを率いていました。現在はインドラと同じくシージの忠実な部下となっているとのこと。一方のガウェインに関しては現時点ではシージのボイスで登場するのみで、そのボイスもガウェインのことを言及するものではないため詳細は不明となっています。なお、左にある画像は大陸版配信前にて公開されていたもので、現在は確認することはできません。ただほぼ同じイラストを用いたであろうシルエットが PV にも映し出されているので、ロサのように立ち絵には若干の修正は入ると思われますが、実装時はほぼ同じ立ち絵になるものかと思われます。ダグダはリードのプロファイルにて言及されている人物で、どうやらリードのことを知っている様子、シージがそれに対して歯切れの悪い返答をしていることからグラスゴーギャングの一員かと思われます。それ以外のことは現時点では分かっていません。続いてカジミエーシュに関係する人物でオペレーターとして実装される可能性がある人物を紹介。フレイムテイルはマリアニアールにて登場する人物で、比較的新しい制度によって感染者の身分でありながら騎士となった人物です。
ただ、生徒として感染者も騎士の身分にはなれるものの、当然扱いとしては、非感染者よりかは劣るもので、普通に騎士になるよりかは難易度は非常に高く、その分感染者騎士であるフレイムテイルの連動は、ブレミ社員をほぼ一方的に攻撃することができるほどのものとなっています。現在の騎士制度には反対の立場をとっており、企業からの協賛を拒否した結果、騎士協会から迫害され、暗殺対象となってしまいました。現在は同じ感染者騎士であるグレイリーストと共に、カジミエーシュの裏でひっそりと生きているようですが、騎士協会を敵に回すことは、カジミエーシュほぼ全てを敵に回すこととほぼ同義なため、かなり厳しい立場に陥っていると言えます。感染者という立場も考えると、オペレーターとしての実装もあり得るかもしれません。グレイリーストは、フレイムテイルと同じ感染者騎士で、境遇に関しては、フレイムテイルとほぼ同じものになっていると言えます。そのため、フレイムテイルと同じく、現状はかなり厳しい立場に陥っており、状況次第では、オペレーターとして加入する可能性もあるかもしれません。黒騎士は、以前はカジミエーシュにいたキャプリニー族のリターニア人で、アーツすら知らなかった人物だったとのこと。そのため、黒騎士が登場した当時は、誰も黒騎士のことは注目していなかったのですが、次第に頭角を現していき、結果的には大会を3連覇するという、前人未到かつ、未だに破られていない偉業を成し遂げました。同じく称号を授かった楊騎士のニアールと比べても、圧倒的な戦力を持つとされ、歴代最強の騎士とされています。そのため、メディアからは一時代を築いた人物とも評され、華々しい経歴を持つ一方で、あまりにも強すぎるため、誰も黒騎士にかなうことができず、エンターテイメント性が求められている騎士競技としては、黒騎士の出る試合は面白くないものとなるため、次第に黒騎士は排除されていく流れとなっていきました。そんな状況で黒騎士を救ったのが、イエラグのとある大物で、その大物は誰もが納得する金額で黒騎士を買収。黒騎士はカジミエーシュを離れ、現在はイエラグにいるとのこと。詳細については、後ほどイエラグの項目にて紹介をしますが、黒騎士に該当すると思われる人物の姿は、すでに確認されていることから、オペレーターとして実装される可能性は、非常に高い人物と言えます。ラズライトと黒金は、どちらも無中名のキラーランクであり、ラズライトは2人、黒金は3人いることが明らかとなっています。ラズライトの2人は姿などは明らかにならなかったものの、マリア・ニアールの騒動にて名前だけ出てきており、特に目立った動きはせず、基本的には達観しているのみの立場でした。黒金は現時点では、プラチナのボイスでしか明らかになっていません。続いてイエラグに関係する人物で、オペレーターとして実装される可能性がある人物を紹介。メガネをつけ、赤いメッシュが特徴的なこの人物は、現時点では PV などでしか確認はされておらず、どういった人物なのかも明らかにはなっていません。ただ、イラストによってはシルバーアッシュ家の近くに描かれていることがあり、また、ゲーム内での相関図ではカランド貿易のオペレーターナンバーは、不自然に JC02 だけ飛んでいることから、この人物が実質的なカランド貿易のナンバー2ではないかとされています。この人物も詳細は不明となっており、現時点では画像のイラストしか存在していません。他の人物が後ろのようにぼやけたものとなっている一方で、この人物だけははっきりと描かれているため、カランド貿易と何らかの関係がある人物とされています。この人物は名称こそ不明なものの、黒を基調としていることや、キャプリニー人であるということから、カジミエーシュ最強の騎士である黒騎士ではないかとされており、イエラグの大物がシルバーアッシュのことなのであれば、いろいろと辻褄が合うということとなります。詳細は不明ですが、イラストが詳細に描かれているということから重要な人物である可能性が高く、オペレーターとして実装される可能性も高いでしょう。敵として登場する可能性も十二分にありますが。続いて、ヴィクトリアに関係する人物で、オペレーターとして実装される可能性がある人物を紹介。ルミナリエスとシロは、スカイフレアと同じ5人しか所属していない天才集団、王の杖のメンバーで、
現時点ではスカイフレアのボイスのみで、その存在を確認することができます。スカイフレアの言及によれば、シロは剣豪を打ち負かしたとのことから、高い戦闘能力を持っていると思われる一方で、ルミナリエスはシロから刀を譲ってもらったということしかわかっていません。王の杖はどのメンバーも突起すべき戦力を持っているとのことですが、現時点では詳細は不明となっています。続いて、バベルに関係する人物で、オペレーターとして実装される可能性がある人物を紹介。ヘドリーは、闇夜に生きるで登場したサルカス人で、以前は、バベルにも協力をしていた、ダブルの同僚であり傭兵だった人物です。現在は劇中でも語られた通り、殺生王の手によってビクトリアにて軟禁状態となっており、一切出歩くことができないという状況となっています。しかし、比較的周到かつ、心配事にはできるだけ策を講じるという性格が功を奏して、軟禁状態でありながらも外への連絡手段を残していたため、外にいる自身の部隊にも連絡することができており、劇中では付き添いのトランスポーターにそれを説明し、部隊に指示を送ったという場面でストーリーは終了となりました。ダブルの元同僚ということや、殺生王には積極的ではないものの否定的な立場、そしてケルシーたちとも面識があるということから、オペレーターとして実装されるのもありえない話ではないのかもしれません。イネスは闇夜に生きるで登場したダブルの元同僚で、見た目はサルカズ人ではありますが、本来の種族はサルカズではないことが言及されている傭兵です。人の影で相手の心理状態を見るという特殊なアーツを持っている一方で、そのアーツはあまり多様しすぎると失明する可能性が示唆されています。劇中ではレユニオンにはめられ裏切り者として粛清されて戦士扱いにはなっていますが、ヘドリーの付き添いのトランスポーターがヘドリーと古くからの知り合いでなければ知らないことを知っていたり、イネスと同じ口癖を発言していることから生存している可能性が非常に高くなっています。仮に生存しているのであれば、トランスポーターとして比較的自由に動ける人物であり、バベルの後進であるロドスとも接触は容易と考えられるため、今後オペレーターとして実装される可能性があるかもしれません。続いて、レユニオンに関係する人物でオペレーターとして実装される可能性がある人物を紹介。クラウンスレイヤーは元レユニオンの幹部だった人物で、物語序盤ではドクターを助けに来たロドスのメンバーたちと6章ではケルシー、レッドの2人と衝突をしています。ケルシーとレッドと衝突した際にはケルシーにクラウンスレイヤーの行っていることは行動の理由と一致していないと指摘され、また一方的に倒されてしまったことから自信を喪失、結果的にはレユニオン崩壊の理由となったロドスによるチェルノボーグ侵攻には参戦しませんでした。そのためレユニオンの主要メンバーとしては唯一自由の身となっている人物でもあります。レユニオン崩壊後は新たにレユニオンに加わったナインに残党たちを預け、自身は自分を磨くためにシラクーザへと向かったところで劇中は終わりました。そのため現在はシラクーザにて何らかの活動をしているものと思われます。タルラはメインストーリー0から8章までレユニオンの指導者を務めていた人物で、劇中では暴君として恐れられていました。しかしそれはあくまでもコシチェイの呪いともいえるアーツに操られていた時の姿であり、実際の姿は感染者の未来を考えて行動することができる指導者としてもふさわしい人格者です。8章終了時点ではタルラの体を乗っ取っていたコシチェイの精神は完全には消えていないもののなりを潜めており、現在のタルラの体はタルラの精神が主導権を握っています。そのためか現在収容されているロドス内でも目立った騒ぎは起こしていません。一方でチェンと面会をしても黙秘を続けているため何も聞き出すことができないという現状でもありますが、レユニオンという存在はロンメンやチェルノボーグでは大きな騒ぎとなっている一方で、テラ全体で見れば小さな騒ぎを起こした組織という程度にしか見られておらず、大半の国ではレユニオンという名称すら知られていないことも多くなっています。そのため起こしたことを鑑みれば重罪人ではありますが、局所的すぎるということや、ロドスとしてもうまくタルラを活用したいという方向性が垣間見えるため、オペレーターとして実装される可能性もあるかもしれません。
最後に所属勢力などがはっきりとしない人物でオペレーターとして実装される可能性がある人物を紹介。アライブ・アンティル・サンセット、通称 AUS はアヤ、フロスト、アルティ、ダンの4人で構成されているロックバンドで、テラの世界でも非常に有名です。一方で出身地などは全くと言っていいほど明らかにはなっておらず、いきなり現れたロックバンドグループというのがテラの世界での一般的な認識となっています。歌で人を魅了するということや海とつながりがあることなどからセイレーンがモチーフではないかとされていますが、詳細については分かっていません。一方でアルティはケルシーと面識があったり、公式イラストではオペレーターの集合イラストに AUS が混ざっていたりと、今後プレイアブル化されるようなことが示唆されている要素が多くなっています。ただアビサル関係はゲームをプレイしている方であれば分かるように展開が非常に遅く、大陸版ではリリースから間もなく2年ですが、多くのことは未だに分かっていません。そのため正式にオペレーターとして実装されるとしてもかなり先のことになる可能性は高いでしょう。白ウサギの人物はこの地の外でのアイリスを主役にしたストーリーにて登場する人物で、童話の番人に関係していると推測されています。現時点では名前も明らかになっておらず、登場した場面での背景が夢などのシーンでよく使われる光が光光と差すものとなっており、どこで行われた会話なのかも分かっていません。そもそも実在する人物なのかすら若干怪しい部分があります。立ち絵が用意されているという割には登場する時間がかなり短かったため、今後も登場する可能性は高いと思われますが、羊の人物はこの地の外でのアイリスを主役にしたストーリーにて登場する人物で、童話の番人に関係していると推測されています。現時点では名前も明らかになっておらず、登場した場面での背景が夢などのシーンでよく使われる光が光光と差すものとなっており、どこで行われた会話なのかも分かっていません。そもそも実在する人物なのかすら若干怪しい部分があります。立ち絵が用意されているという割には登場する時間がかなり短かったため、今後も登場する可能性は高いと思われますが、コーシャーはアス箱舟のコンセプト画集クレイブにて描かれている人物で、画集によれば本名はレナード・フェンリル、元シラクーサの外交大使だったとのこと。しかし都市内での騒動にて重傷を負った後は公としては行方不明となりました。その後はラテラーノから追放された男性から特殊狙撃用の狙撃銃をもらい受けたとのこと。なおこの人物に関しては当然ゲーム内では登場していません。あくまでもコンセプト歌集にて収録されていた人物なので、オペレーターとしてゲーム内に実装される可能性はあまり高くはないでしょう。以上が現時点で大陸版でも実装されていないオペレーターとして実装される可能性があるキャラクターたちとなります。姿だけが確認できる人物というのは昨年の夏頃にも調べてはいたのですが、その際には合計で40人程度だったのに対して、今回調べた時点では60人弱まで膨れ上がっており、中には大陸版で配信されるよりも前に姿が明らかになっているにもかかわらず、未だに名前すらわからない人物も多く存在しています。主にイエラグ関係の人物のことですが、今後これらの人物たちがオペレーターとして実装されるかはわかりませんし、そもそもボツになってしまっている可能性も十分あります。ですが今後実装されるかもしれないキャラクターたちに思いを馳せるもまたいいのではないでしょうか。以上で今回の解説紹介動画を終わります。この動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。